たみたいな謎の本当原因不明の腹痛が来るんですけど、でもね大丈夫です、すみません。え、今日昨日もさ、昨日一昨日いや夜中に起きるくらいで行ったみたいな、そうそうそう、とかまあなんかいろいろね季節のそう変わり目とかあるのかなって思いつつ、でも大丈夫です。ねめっちゃ夜中にさ送っちゃった755、あれ通知来るんだ755ってめっちゃうるさかったね、じゃあ通知きっと、そうめっちゃ夜中だったよね。で昨日はロケがあって、今日はまあロケじゃないんですけどお仕事あってって感じですね、うん。お仕事抜けてきてくれありがとう。そう通知来るんだってね、ハートありがとう。そうあラーメンプバレた、ああ普通にあれか衣装乗せちゃったか、そうラーメン部でした昨日は一日。コンタクト取っちゃった、痛くて、あ目赤くなっちゃった、すぐ治ります。うん、あーそっか学ラン、うん、メール来た、よかった、あありがとうこのパンダさん、オンライン申し込んでありがとう。いやオンラインねぜひ来てくださいお願いしますまた追加になったのでちょっとオフラインがね追加はないので、そうオンラインぜひお願いします、ぜひ来てください、本当にオンライン楽しいよね楽しいよねオンライン、話しましょう、まだもし来たことない方いらっしゃったら、もう来たことない方も来ていただきたいし、そう一面の皆様もぜひ来てください、うん、お初めてありがとう嬉しい、そう初めましての方もいらっしゃいましたねこの間は、うん、おリップで初見さんにも宣伝しておいた、感謝です、皆さんのおかげ、みんながそういうことしてくれるからねだんだん増えてきてるんですよ、うん、お話しましょう。えメール写真しか来てない、嘘、え嘘あれ私でも文章もね送りましたよ、来てないかな、そんなことあるえ嘘でしょ、今のメール写真しか来てないですか、うん、あくまさんありがとう、なんかめっちゃ可愛いくま色が可愛い、あれ届いたかな写真の、あ間違えた、サイン入り生写真はまだか、あ文章あったよかった、うん、この前の公演でななみに釣られたから買おうかな、え嬉しい、ツイートしてくれてたよね見たよ、うん、夕方の大越さんが言ってた、大越が待って待って、夕方の大越さんがななみって言ってた、ななみさんだけどちょっと待って、大越がいつ私のことを言ったんだろうはるか私の話してくれたのもしや、夕方、あショールームとかでってことかな、あまだ届かない、いやもうすぐ届きますよ、もうね先月のね末には書き終わってたったかった、先月の末には書き終わってたから、そうちょっとお待ちください、
私の渾身の。えでさ、そう、あ、ショールームの話、ちょっと待って、何話してたの、はるかが。でそう、あのね、いやちょっとこれ何、なんかめちゃくちゃびっくりしたことがあって最近で、なんかサイン入り生写真あるじゃないですか。そう、あれ、まあ、書いたんですけど、なんか大体、まあ、毎回書き損じっていうか、なんかそうサインを忘れちゃってたりとか、まあね、結構たくさん量を書かせていただいてるので、そのどこかしらなんか抜けてたりとか、そう、あと左利きだからバッてクシャッてなっちゃってたりとか、書き損じが生じるわけですよ、毎回何枚かは。でもなんか多分今のところなんだけど、今回のこの渡り鳥で書かせていただいたサイン入り生写真、1枚も書き損じがなかったの。もうびっくりしてて、そう、ミスなしらしいんですよ今のところ。で私もびっくりで、そう、これこうすごい嬉しい。え、なんかだいたいなんかね、その今回のサイン入り生写真を申し込んでくださった方のなんか一覧みたいな紙がをいただいて、で書くんですけど、え、これめっちゃすごいことです。私からしたら、他のメンバーどうなのか分かんないけど、うん、そう、すっごいの、え、嬉しかった、すごい、うん、そう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 、だからもう完璧なきっとサイン入り生写真が届きます。そう、だから、あ、丁寧に書けてたんだって思った。ちゃんと1枚もこう書き損じがなかったってこと。サインだけ先に書いてあるんですよ。あ、私はね1枚ずつもう全部書くかな、1枚を最初から最後まで書くっていうのを続けてる、うん、そうそう、いやそれをさチェックしてくださるスタッフさんもすごいけどね、毎回全員分の、うん、あ、でやばい、はるかの話してたんだった。で、はるかショールームで私のことなんて言ってました、見た方いますか、褒めてくれたから何話してたんだ。でもね、はるかとね今度ラーメン行く話してるんですよ。そう、はるかと一緒に、おごやのはるか、うん、早く行きたいなって思ってて、友達としての話、はるかが、待って、嬉しいんだけど、あー照れる照れる、メンバーにさなんかそういう話してもらえるとちょっと照れますよ。嬉しいですね、そしてそれを報告してくれてありがとうございます。うん、まああれだね、確かにはるかとめっちゃよくお仕事一緒になるしね、最近も。そうなんですよ、3期生とご飯行きたいと思ってて、あ、一緒に、え、行こう。行こう、確かに私もさやっぱまだ3期生とご飯行ったことなくて、やっぱ一人だとさちょっと恥ずかしいから、うん、そういう時はおごはるを連れ、おごはるさんを連れていけばいいのか。そうそう、はるかはね最近は行ったのが、あ、まあ、最近って言っても結構前なんですけど、パフェ食べたかな、はるかと、そう、二人で。うん、そうそうそう。パフェ、なんかねレッスン終わり、リハ終わりにそう誘って、うん、え、珍しい、あ、そうなんだね、確かに、なんかあんまりあれか言ってないもんね、みんなに。
ったし、めちゃくちゃはるかと一緒にいるかも最近。うん、そう。てか私がはるかにくっついてるだけなんですけど、いつも。うん、そう。パフェをね2人で食べに行った。そうで話して、でしかもね、意外とね、私はるかとあのご飯行った時、そう、仕事の話したかな、めっちゃ。そうなの、はるかとはね全然世間話もするんですけど、お仕事の話もする。うん、おごったっけ。おごってないよ多分、はるかが記憶違いだよそれ。いや全然、あ、まあ私が誘ったからね、パフェの日は。そう、絶対次はるかにラーメンおごってもらおう。そうなんですよ、めっちゃ行くんです。そう、喋るし、うん、そう、マジトークするんですよ。あ、真面目な話もするんだよって言ってた本当に。あ、じゃあ私の記憶は正しいんだ。そうなんです、真面目な話もするんですよ。うん、そうそうそう。お、すごい、3期のはるかも誘ってあげて、ゆきちゃんも一緒に行ってあげて。みんなと行きたい。そう、みんなと行きたい本当に。夜中のラーメン屋で2人で語ってさ、確かに。でもなんか大人になったらそういうことしたいな。そう、どっちもまあなんか20歳になって、私はまあもういけるんですけど、そう、はるかも20歳になってなんかお酒とかたしなめるようになったら、2人で深夜にラーメン食べながら語りたいですね。それはちょっと夢だわ。うん、わ、ギフトありがとう、いいね、ありがとう。そうだ、確かに私あんまりメンバーとなんか遊んだとか話しないもんね、ショールームで。そうなんですよ、そうそうそう。うん、嬉しい。で、そしてみんなも喜んでくれますね、そのメンバーとの話はやっぱり。うん、楽しそうだよね。うん、はるちゃん、二郎のラーメン食べに行きたいって。嘘、ちょっと待って、初めてさ、ご飯行ってさ、二郎行くのめっちゃ結構結構ハードル高めな、あの初ご飯だけど、はるちゃんと二郎全然行きたい。私も新潟の二郎とかほとんど行ったことないからさ。うん、待って、師匠って言ってるねえ、はるちゃん私のこと師匠って言ってるなんて面白すぎる。最近メンバーの家に泊まった、あ、メンバーの家はね泊まったりはしてないから最近は。そう、行きたい行きたい。じゃあ報告しますね、みんなに。そのご飯行ったら、でも確かに最近メンバーとご飯とか行ってないかもしれないな。うん、そう、なんかね誘いたいんだけどね、ちょっと照れくさくて。もう何年目だよって感じなんですけど、照れくさくて。うん、そうそう、行きたい、なんか行きたいって話はしてるんですけど。うん、ね、ジローの行列ね、並びたい、一緒に。まあでもね、二郎とは言わず全然どこのラーメン屋でも行くので、ちょっと誘ってみようかな。うん、そっか、そうだよね、なんかやっぱりなんかまあ
なんだろう、そのね、グループでいつも一緒にいるわけだから、もっと私も仲良くしたいなと思ってる、プライベートで。うん、そうそう、だから行こう。そうなの、最近はね本当にその地元のお友達とかも会ってないし、そう、この3月入ってから割と、うん、そうなんですよ、あんまりご飯とか行ってないので、そう、自分自体がね全然人と、そう、ご飯とか行かなかったから、行きたい、誘う。うん、そうだ、やっぱさ、私がそう先輩とご飯行く時とかすごい嬉しかったからさ、めちゃくちゃ、そうそう、だから全然なんか私も誘うし、全然誘ってもらいたいかも、超憧れ、うん、ご飯連れてってくださいとか超言われてみたい、行こう今日ってなる。そう、憧れ、なんかそう、全然あんま言われないので、あ、お誘い待ってるのかな、こっちが誘った方がいいのかな、やっぱどうなんだろうね、うん、ちょっとどう思う、誘うべきだよね、そうだよ、あ、誘いにくい、やっぱ、あ、そう、え、だよね、やっぱそう、あ、待ってる、うん、あ、そうなの、え、全然言ってほしいんだけど、やっぱり、うん、スイスイマーボー麺誘ってほしかったし、本当に。私ちょっと嬉しいんだけど、行こう、うん、断られるとか、断るわけないじゃん、うん、うん、つって、え、そうか、私でもめちゃくちゃ先輩にご飯行きましょうってそう言ってたから恥ずかしいよね、そうだよね、あ、誘いづらいのか、え、オッケーオッケー、いや、私も全然先輩とご飯行きたいしさ、そう、3期生とも行きたいしさ、え、報告します、みんなに、今日はね誘って行ってきたんだよって。うん、おー、みんなありがとう、誘っちゃおう、うん、お元気ですか？私は元気です。私も元気です。元気でよかったです。あ、おごられるの、おごられるの期待してた、うん、思われたら気をつか、そっか、そうだよね、そうなのか、あー、まあ確かに、優しいね、気使わなくていいのに、ラーメンの前提、確かに、いや、私もラーメン行く前提で話してたの、全然別のもの食べましょう、うん、そっか、嬉しいな、本当に、うん、餌付けしなきゃだって。ああ、面白い、嬉しい、行きます、今度、そうね、なんかあんまりさ、まだ3期生と一緒のお仕事になることがないので、うん、そうそうそう、
私もご飯行きたいのでメンバーと。うん、お寿司めっちゃ好きですよ。お寿司、お寿司大好き。お寿司めっちゃ大好き。そうそうだね。あ、でもフェスはあれだね、来週フェス一緒に出るからね。まあでもあの日は多分東京行ってすぐ帰っちゃうので行く時間ないから。そう、そうなのよ、時間があんまなくて。だからそれこそね、そのこの間ラジオでスイスイとミュウミュウと出た時あったじゃないですか。そう、この間のエッサ、あの日のね収録終わり誘おうかなちょっと密かに思ってたんですよ。そう、なんかなんかお茶でも一杯どうですかとか言おうと思ったんだけど、なんかちょっと恥ずかしくてやめちゃったんですよね。うん、やっぱ誘ったらよかったかな、あの時。そう、そう、お茶でも一杯いかがですかみたいな。そう、うん、この誘い方やばいかな。そうなの。ナナミらしいといえばナナミらしい。誘おうと思ってやめるやつね。そうそう。うん。ナナミちゃんにご飯誘ってもらう世界線あるよ。全然、私なんて全然よ。うん。こっち一歩踏み出せなかったね。そう。あ、おたかつね。そうなん。ちょっと。ちょっと誘えなかった、うん、なんか私はやっぱさ、ご飯に誘うこのだけでもさ、やっぱ人によってなんて言うんだろう、価値観っていうかあるじゃん。その当日言われたら困るとか、そう、前日に言ってもらわないとなんかなかなかあって、そうあるかもしんないじゃん。そういろいろ考えちゃって誘えないのよ。私全然もう当日とか5分前でも全然 OK なの。そう、今から行こうよみたいな、あ、 OKOK 行くみたいな感じなんですけど、そう、なんかさ、あ、これ急に言われるの嫌だかなみたいな考えちゃうんです、勝手に。そう、このあとなんか予定入れてるかなとか、うん、そう思っちゃって、そうそう、じゃ誘えなかったっていう。あの日はそう3人でね、なんか行けたらいいなってか心の中で思ってたんですけど、うん、そっか、気にしないでいいんじゃない、肩凝るぞ。そっか、うん、え、みんなはさ、よく行ってるじゃん。そう、みんなでどうやって誘ってるの、そう、おしゃべり終わりとかさ言ってるでしょ、公演終わりとか。このあと一杯どうすかみたいな言ってるのかな。うん、なんか嬉しいか。どうしてんだろう。あ、流れで反省会。うん。足普通にこう流れで行くの。普通にもう、いやー楽しかったっすねーって気づいたらラーメン屋さんにいるみたいな感じ。めっちゃいいやんそういうの。うん。あ、私はすぐ帰る。あ、やっぱさいるよね。こうもう。すぐ帰りますって人もいるし、そう、ちょっと斜め行っちゃいますかみたいな、うん、方もいるし、そう、そういう話を聞くのも好きなんだよね。そう、あ、ギフトありがとう、うん、確かに。やっぱさ、何か終わりがいいよねきっと。こうお仕事終わりとか
が一番いい流れだよね、うん、そうそうそう。いやーこれはみんなの今日話を聞けてよかったよ。じゃ誘おうって思ったうん、あーサッカー終わりね、めっちゃいいね、声ガラガラのまんまね。いや確かに急にねご飯いらないかーいってなるのもあれだし ね人によっては難しいこうラインですよね、うん、そっか。うん、ちょっと待って、ななみさん NGT のムードメーカーね。そんなことないよ、めちゃ嬉しいこと言ってくださるじゃないですかね。そう嬉しい、そして初見さんって書いたのが何より嬉しいですね、ありがとうございます。23声出し OK になった、あーフェスね、あのにな、あれなんて読むんだこれ、あれあの23日のフェスの名前にフェスににぐにく NIG にぐ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 フェスにぐフェス、うん、めっちゃ楽しみ。いやー声出しどうですかね、どうなんですか、まだ情報は出てない感じ。お願いします、声出し OK でお願いします聞きたい、みんなの聞きたいです。コールあニグであった、ニグフェスであったね、ニグフェスでした、もう超楽しみにしてるんだニグフェス、久しぶりだから私、しかもさもういっぱいアイドルいるからすいません、ほんとおたかつしちゃって、うん、そう TDC、私自身めっちゃ久しぶりなんです実は TDC が、 TDC といったらもう超思い出の場所ですよ、だって前回行ったのがあれですよ、日向さんのソロコンサートでね、日向さんがバックダンサーに選んでくださって行けたんです、もうあれは本当に私の思い出、思い出っていうかもう本当にあれあんなありがたいねことなかったよ本当、当時もう当時の私はもうなんか多分いろいろあって、そうちょうどその頃、うん、めちゃくちゃ悩んでた時だったの、そうでそんな中で日向さんが選んでくださって、そうあんな大きなステージに立つ機会をくださったの、あの時もうだから私にとっても日向さんってなんかもう救世主っていうか、なんかもう頭が上がらないです、うん、あれは本当に嬉しかったな、なんか当時まあ研究生だったからそうチャンスをねいただけたのが本当に嬉しかったその時初めましてだね、そうだよね、初めまして、そうその時にあのコンサートで気になってくださったって方も結構いて、今も来てくださってる方で、そうあの時見て好きになったって方もいるんですよ、そうだからさね、あの時はそうあのまあ、TDC のあれだね選抜コンサートがあった時だから、うん、ほぼ同時期で、そうでね、あのやっぱもうあれがきっかけであの TGC の合宿とかコンサートがきっかけで私もいろいろ考えるようになったからね、そうタワー来た、ありがとう、スクショします、タワーありがとう
思い出タワーかなこれは。うん、タワーありがとうございます。そうなんですよ、あの時はね、うん、やっぱあの時の思い結構もうかなりめちゃくちゃ悔しいっていう思いがあったからこそ、うん、こうしてあの時からこう頑張れたので、なんかすごい、まあ今思えば、まあ、いいきっかけではないわ、あれは悔しいわ、うん、いい話じゃないあれはめっちゃ悔しいいい話になんなかった、あれは悔しいです一生うん、そう、でもまああれがあったからこそですよね、一人で来たあれは悔しいわ、本当に本当に今思い出しても悔しいわ、うん、でもあそこまで悔しいって思えたってことはそれだけ本気だったってことだから、そう、うん、そうよ、まあ今まだまだ目標とか夢とかはまだまだ叶えてる途中なので、そう、うん、そうだよね、本当にまさにあれがあって今があるって感じですよね、そう、うん、でも本当に支えてもらってたな、みんなには、あの情緒不安定だった私はすいません、今もたまにあるけど、うん、そうなんですよね、でもこれだから楽しいんですねアイドルって、うん、そう、もしかしたらこんな思いできなかったかもじゃないですか、アイドルになってなかったら、そう、悔しいとかさ、悲しいとか、そうなんですよ、うん、ね、こうやって今思い出とか振り返られてすごい嬉しい私は、いや全然私はまだまだ頑張ってるって言えるのかなって感じだよ、もっと頑張んないと、そうだからこうやってショールームをするのがすごい楽しい、一緒に、ね、思い出振り返って、こんなさ嬉しいよ、こんな私の思い出話に付き合ってくれるみんな優しい、けどねもうずっと毎日が今は大事な期間だと思ってるし、今年は特にねって思ってるので、私はそう、うん、あの頃めっちゃ悔しかったからなんとかしてやるって思えてたけど嬉しい、うん、そうよ、今年ねもうまあ23になる年なんですけど、ね、ちょっと今年本当に頑張んないとって思います、あのでもこれは全然来年辞めるとかじゃないんですけど、そういう意味で言ってるんじゃないんですけど、今年は結構もう勝負だと思わなきゃいけないよね、うん、そうって思ってます、まだまだありがとう、うん、いやそうなんだよ、握手会ねまだ握手会してないから、そうもうするまでは絶
対に私は絶対に握手したいからそう、なんかもうねすごいよ、絶対にそこはもう絶対に譲らない、握手会をしたい、うん、でもね大丈夫きっと、うん、もう大丈夫、来るよその日は、そう遠くないって思ってるので、はい、ね、やっとオフラインも再開して、あ、そういえば今日ツイッター上げてないな、えい、そうそうそうねえ早く、うん、ツイートしちゃった、コールだって聞きたいしさ、まだまだちょっとアイドルとしてやりたいこといっぱいあるので、でもまあこのコロナ禍になってさ、コールとか握手会もできなくなって、でもまあその中でもこう、まあ、あのまだまあコール解禁、今劇場はまだだけどイベントとかでコール解禁されるとこもあったり、あとはおしゃべり会ね、オフラインが復活したりとか前に進んでるから、そうそう、握手会も劇場でコールも叶うからと思ってるから、私は近々、うん、だからこそすごい楽しみだよね、うん、ね、私はすごい、せっかく今こういうありがたい環境で、ね、この好きな大好きなアイドルっていうお仕事をやらせていただいてるからには、あのもっともっと頑張りたいから、うん、そうそうそうなのよね、だからこそ焦んなきゃ、もっと焦んなきゃって思いもありますよ、うん、実は実はだって今すごいから、後輩の後輩すごいからきっと追い上げがこっから来るよ、どん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 おしゃべり会でもって思ってます、私は負けてらんないなって、うん、みんながすごいからこそ私も頑張れ、頑張んないと、そうそう、ちょ、みんなにもねちょっと言ってほしくないし、うんうん、いやね、もちろんそのアイドルとしては本当このグループにいればまあみんな仲間だけどライバルって感じなので、そう、いやすごいでしょう、すごいよ、すごいと思ってるよ、私はみんなすごいと思ってる、メンバーはみんな全員すごいと思ってるから、そう、分かんない、3期生もすごいし2期生もみんなすごいし、1期生の先輩もちろんそうみんなすごいからさ、でもそこは私はねちょっと譲れないし、ここで落ちてちゃダメだなって思うので、もっと上行かないと、うん、そう、そうそうね、仲間でありライバルでもあるってすごくいいことだよね、うん、そう、私はね目標あるので、はい、おしゃべり会で一番になるっていうね、これはあれさ、久しぶりに行った、そうだ、うん、そうよ、私はこれ本当に何年も前から言い続けてるけど、本当になんかあの頃はね、ああこんな無謀なんだろうなって思ってたけど、
全然なんか今もすごい本当に高い壁だと思ってますよ、もちろん。でもみんなとなら絶対叶えられるって思ってるので、信じてるので。そう、そこはもうね譲れない、頑張る。ね、だってオフラインなんて今そうなんですよ、もうフル部で完売させていただいてるので、本当もうそこまで来てるんだなって思うと、もう今思い返すだけでもう感動してくる、うん、そうそうよ。でもねこれはおしゃべり会っていうのはオンラインもオフラインも含めてなので、ちょっとねどっちもぜひ来てください。うん、そういやすごいよ、みんながすごいんだよもうみんながすごい、こればっかりは。ありがとうございます。うん、NGT の三笘になってた、かっこいい今日代表発表されてましたね、サッカーの。エースストライカーですかかっこいいな響きが、エースになりたいです。そのうち枚数取れなかったってなるんだろうな嬉しい、で嬉しいよそれも。うん、そう、うん、いやいやいや、ありがとうございます。あ、そうだ、21年公演あるんですけど、当落出ましたよね21日、いかがでしたかそう、夜がね日向さんの生誕祭で、生誕祭参加できるのがすごい嬉しいです。いや私も実は今日のね代表ドキドキしてたんですよ。そう、お行きますって、お行きます、昼行きます、夜行きます、嬉しい、うん、あキャンバッチ、キャンバッチ生誕祭行きます、昼行きます、ぜひ昼行きます、夜行きます。あ、そっか、お仕事の方もいらっしゃるよね、そうだよね、おしゃべり会でもね結構いらっしゃいました、お仕事なんだって方も、うん、頑張ります。21日ぜひ昼公演来てくださる方、推し祭振ってください、水色と紫です。昼公演ぜひお願いします。夜はねもうお楽しみの日向さんの生誕祭なので、あの日向さんの推し祭を振ってやってください、うん、で21公演楽しんで、23はニグフェス楽しんで、すごい25はおしゃべり会楽しんで、あとはね26はちょっと青の卒業公演にはなってしまうんですけど、寂しいけど嫌だけど卒業、うん、でも全部楽しんで、来週は本当に楽しみなことたくさんありそうですね、うん、そう、あとはまあそんな3月かな、まあ今月中にちょっととあるお知らせも、情報解禁もあるそうなので、はい、そちらも楽しみにしていただいて、そう4月に向けて、はい、楽しみにしててください、うん、ぜひ。そう、3月もね、うん、もう皆さんを最後の最後まで、そう、楽しませます、うん、
っとね、3月はね、あ、3月、3月からか4月くらいか、ちょっとみんなに、ね、みんなに頑張ってもらわなきゃいけないことがあるから、うん、みんなにちょっとお願いというか、もう頑張って、はい、いただくことがございますので、お楽しみに、お楽しみにっていうか、うん、ちょっとだいぶみんなにね頼ることになりますよ。はい、よろしくです。久しぶりのあのみんなにお願いがあるっていう感じで。はい、そうなんですよ、3月のね24日から NST さんで夕方の時間帯にから、なんとトチオンガーのドラマが再放送になるんです。また改めて告知します。ちゃんと告知動画も撮ったので、あのアップされるんですけど、3月24日、うん、です。でもね、あれだよ、イベントとかじゃない、ごめんなさい、今めっちゃコメントであれなんですけど、ショールームのイベントの際はあのちゃんと相談してから決めるので、イベントではないです、はい、じゃあなんやねんって、イベントじゃねえんかーいって今、うん、なりましたよね今。そう、イベントじゃないです、イベントやるときはちゃんと相談します、みんなに。ちょっとどうするって来てるんです。感じですかね。じゃあ今日はこの辺で配信終わります。いや、久しぶりに話せてよかったです、ありがとうございます。明日も配信しますって言っても、なんか昨日とかごめんなさい、また配信しますね。すいません、今日もありがとうございました。じゃあ髪の毛取って、よいしょ、今日はお風呂入って寝ます。皆さんお仕事お疲れ様です。私もお仕事お疲れ様。、うん、おやすみなさい、ありがとう、またねー。